平をかける師匠ミタをテーマとした3作に続き、激しく、大きく、美しく、たてがみ、虹の尾を引いてをもとに最高ユニフォームを制作しました。彩り美しい虹のように選手それぞれの特徴や個性を生かすことで最高の結果を出し、ここ西の国で再び王者に返り咲くことへの思いを込めています。3選手このユニフォームを登場してくれてますが、河本さん、はい、せっかくなんで我々も、はい、この最高ユニフォームから進めさせていただきましょうか。わかりました。早速選手の皆さんにお話を伺っていきたいんですけども、まあ、今年は最高ユニフォームということですが、まずは森選手、このユニフォーム最初に見たときにすごく気に入ってたというお話を聞いているんですが、実際にこう着てみていかがですか？いや、もうめちゃカラフルでかっこいいです。はい、ありがとうございます。森選手、やっぱ関西はこういうカラフルな方を着た方が多いですよね。そうですね、基本的にはこういうカラフルの、はい、私もつい最近ですけど、アニマルがもうどん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 、おばちゃんもおばちゃんもみんな来てるんで、これ結構いいかなと思うんです。関西の人とかでもすごい気に入ってくれると思います。じゃあ埼玉だけじゃなくて、関西も全国、はい、全国、そうですね、もしかしたら世界にも、世界にも、はい、知られるということでありがとうございます。平投手は実際に着てみて、キャップにも非常にカラフルなデザインがされているんですけど、いかがですか？すごいピッチングされるんで、めちゃめちゃうわーって声出るのかなと思ったら、すごいおとなしい感じです。お話は。そうですね、ちょっと緊張します。あ、今緊張されて。緊張します。じゃんけんします。やっておきます。大野さん、まさかの断られましたね。僕、今まで人生でジャンケン断られたことないんですよ。なかなかジャンケン断られた人はいらっしゃらないですけど、その分、はい、投手のエネルギーをマウンドで今日はね、すごいピッチングでしたんで、はい、はい、ありがとうございます。実はですね、今日はもう一方、はい、エルジョーにメッセージをいただいているので、もう一度皆さん、エルジョーご注目ください。ライオンズファンの皆さん、どうも、ピアニストの清塚信也です。この度We Are One のテーマ曲を作らせていただくという大変光栄な機会に恵まれました。もう子供の頃から愛してやまない、そしてリスペクトしているライオンズのこの We Are One テーマ曲制作ということで気合が入っております。もう全身全霊、愛を全て注いでこの楽曲制作楽しんでと思いますので、皆様お楽しみにお待ちくださいませ。ピアニストの清塚信也でした。すごい。はい、そうなんですよ。実は今シーズンも新型コロナウイルス感染拡大によりいろいろな行動制限が続いているんですが、チームとファンの皆さんと一緒に乗り越えて悲願の日本一、そして明るい未来を取り戻していくという思いを込めて We Are One のテーマソングを制作していきます。そしてこのテーマソングは SDGs の考え方でもある誰一人取り残さない社会の実現に共感し、皆様と共に一歩ずつ進んでいくことへの誓いも込めた楽曲となっているんです。まあ、この We Are One のテーマソングを清塚さんに制作していただけるということですが、源田選手、はい、清塚さんはツイッターの中で源田選手方に押してくださってますけども、このテーマソング作っていただくにあたってこんな曲がいいなみたいな思いってありますか？もうあの清塚さんが作ってくれるということですごいワクワクしますし、この曲を通じてファンの方と一つになれればなと思います。はい、ありがとうございます。河野さん、いかがですか？いや、源田選手の今日の9回裏のヘッドスライディングで明日につながるヘッドスライディング気合いの見せていただいたんで、これで本当に一つになれるんですよ。ああいうプレー見せていただいて改めて感謝します。源田選手、ありがとうございます。連続でまさか小本さんが断られそうですね。ライオンズの選手、ジャンケンあんま好きじゃないんだなと思いました。もしかしたら森選手
手はじゃんけんしたいかもしれないです、すいません、いいですか森さんね。じゃあ最初はグーじゃんけんほい、はい、これでしょ、負けるんですよ。森選手してくれるんですよ。森選手してくれるんですよ。ありがとうございます。こちらの楽曲なんですけども、7月上旬頃に発表しております。そしてこちらライオンズフェスティバルの期間から球場内でも楽曲が使用されますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。それでは改めてですね、最後になってしまうんですが、皆さんから一言ずつ頂戴したいと思います。まずは河本さんから、ライオンズフェスティバルに向けた意気込みをお願いします。本当に SDGs って大変難しく感じる方がいるんですね。なんですけど、やっぱりコンセプトは楽しく学ぼう SDGs ということで、吉本興業もやらせていただいてますので、選手の皆さんと、我々芸人さんがいろんなイベントでコラボをして、お子さんたちに分かりやすく楽しく学んでいただこうかなと思ってますので、これからのイベントぜひ期待しててください。よろしくお願いいたします。はい、本当にありがとうございます。それでは続いて選手の皆さんにもこの夏にかける意気込みや目標をそれぞれ伺っていきます。まずは平田投手からお願いいたします。はい、このカラーに負けないように、パワフルなピッチングでこの夏乗り切っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。期待しております。それでは続いて森選手お願いします。はい、最高ユニフォームということなんで、夏最後の試合をできるように、頑張ります。はい、先生ありがとうございます。それでは最後に皆選手お願いします。この最高ユニフォームを着て、ファンの皆さんと一緒に熱い試合を毎日やっていきたいと思います。はい、皆選手ありがとうございました。それではここでこの最高ユニフォームを着用して戦う試合日程をご紹介いたします。テレビジョンをご覧ください。ライオンズフェスティバルズ2021として行う7月13日からオリンピックの中断期間を挟み8月29日までの本11試合、そしてビジター6試合の全17試合で着用いたします。また本日より選手たちが着用しているデザインと同じレプリカユニフォームとキャップの予約を開始いたしますので、詳しくはライオンズストアオンラインをご覧ください。それでは最後にですね、フォトセッションを行います。よろしくお願いいたします。まずはムービーの皆さんから撮影いたします。一度河本さんはこちらの方へご移動ください。お願いいたします。ファンの皆さんは今しばらくお待ちください。